こんにちは。そっかじくのここです。気になる男シリーズもだいぶ進みましたね。今回もよろしくお願いします。さあ、今回の気になる男シリーズですけども、YouTube をどうやって使えばね、YouTube から実際に売り上げ、報酬を得ていくことができるのか、これをここまでの、まあ、気になる男シリーズをまとめた形でね、ちょっとお話ししていこうかと思います。ポイントは3つしかありません、ね。YouTube でどうやって稼ぐのか、たった3つです。しかもこれは YouTube に限らず、 商売だったら何でも同じなんですよ。で、この3つがうまくいかないから、私はあ20代、30代では全くビジネスができませんでした。利益が上がりませんでした。そればかりか、借金が膨らむばかりだったんですよ。でも40からですね、この法則を理解したことによって、割と簡単にですね、売り上げ、利益につながることができました。そして売り上げと利益が取れれば取れるほど、これ、集客も成功してるってことになるんで、たくさんの出会いをいただくことになったんですよね。もちろん、 自分の商品が売れなくても人とのつながりは維持できます。そういった意味で信頼関係を YouTube から得ることができました。非常にありがたいことだと思います。さあ、それではね、YouTube でここを抑えれば絶対に稼げるよというね、3ポイントをお話ししていきます。これは何度もお話ししてきたことなんで、えー、あ、これ聞いたことあるなって方はね、復習のつもりで聞いていただければと思います。それではいきます。まず1つ目のポイントなんですけども、ビジネスで大事な集客。 に YouTube、はものすごく使えるってことなんですよとは言ってもですね最初から YouTube で再生数が10001万5万と上がるわけではありませんそして続けていれば必ずアクセスがどんどん上がってくるということでもないんですよじゃあなんで YouTube で集客できるのかということなんですけどもそれはですね YouTube が放送メディアだからなんですよで放送メディアであり今シェアってのが簡単にできるんですよねでですんで確かに 1>, 1本5本10本ぐらいの YouTube の動画をアップしただけではこれは再生数が爆発的にやることにはなりませんけどもただですね例えばスポーツ選手が今日何をしたとかねそれから今日どっかで地震があったとかあそういった世の中のニュースを知ることによりその感想を YouTube で話すことによってその話題に対して興味がある人が寄ってくださる可能性が徐々に高まってくるんですよね ですので一つ目集客に関してはやっぱりねお店をやった時に毎日シャッターを開けて「いらっしゃいませ」というふうに開店準備をするように毎日のように新しいその日にあった動画を出していくことが大事になってきますこれによって集客はどん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 うまくいくようになりますその時のポイントは2つあります今日タイムリーにお話しするようなトレンド動画ですよね こういった話題を扱うことが一つ。もう一つはいつでも有益な情報、普遍的に使えるようなものをアップロードしていくことも一つ。この二つをうまく組み合わせることによって瞬間的にアクセスを取るものと永続的にアクセスを緩やかなんだけども取っていくものと決めていくことができます。具体的に言うとですね、今日はどんなニュースがあったでしょうかっていうふうな今日のトレンドニュースをまあ一日に一本でも上げていくと 今日に興味がある人が見て,くれ見てくださいますね。もう一つはいつでも必要な情報を上げていくことです。これは今日たちまち興味がある人は少ないかもしれないけども何か人生に困った時とかねえ例えば過去を振り返りたい時にそこに自分の作った動画がストライクする可能性が非常に高まります。これはロングテールといってアクセスはたくさん取れないんだけども長い時間をかけて3年後でも5年後でも10年後でも アクセスポイントになる可能性があるものこれをずっとインターネット上に置いておくことによって3年前に作った動画にアクセスが急に集まり始めたみたいなこと起きるわけですよね例えばバレンタインデーの動画を今日撮ったとします今日アクセスが高まるわけではありませんけれども1月の末から2月の前半そして2月14日周辺に急にアクセスが上がってくるってことになりますじゃあですね今日 YouTube のネタがないなと思ったときに じゃあ、クリスマスの動画でも上げとこうかとかね、誕生日のネタでも上げとこうかってなったらどうでしょうか今日誕生日の方もいると思いますけども、半年後に誕生日の方もいるんですよ。その時に検索される可能性が高まるってことになります。その他にも、地震が起きた時とか、災害時、これに備えるために何をすればいいかっていう動画を上げたらどうでしょうかあ、地震が来たとかね、津波が来たっていう時に、人々は検索して、 ずっと前に撮っていた動画が日の目を浴びることになるわけですよね。そうすることによって、とりあえず、集客というものがどんどん広がっていくわけなんですよ。で、集客さえできれば、発信者が一体何を言いたいのかってことに興味を求められるようになるわけなんですよね。まあ、ですんで、YouTube で稼ぐための三つ目のポイント、あ、三つのポイントの一つ目なんですけども、それは集客するためにいろんな動画を出していきましょういうことです。 まあ、とりあえずいろんな動画で OK です。で、だんだん当たるものが絞れてきたら、たくさんの動画を出していくると、人気の動画と、そうじゃない動画っていうのが分かってきますんで、そしたら人気の動画にどん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 絞り込んでいけば、自分のオリジナルの YouTube チャンネルができていくってことになります。一つ目は、集客のために YouTube を使っていくってことですね。じゃあ二つ目なんですけども、二つ目は何でしょうか二つ目。そうですね。それはね、商品なんですよね。 なんか YouTube の面白いところは集客のためにお知らせする動画を作ることができると思えば商品のための動画を作ることもできるんですよさあ商品のための動画ってどういうことなんでしょうか例えば私は昔音楽をやってまして VHS が当時動画の主流だったです VHS のミュージックビデオとか How to ビデオとかライブのプロのねライブのビデオとか欲しくて よよく買っっていいました。た1本1万円ぐらいだったんですよね。高かったですねでも音楽のそれこそ私の好きなヘビーメタルっていうのはね洋楽のヘビーメタルっていうのはレンタルに置いてない可能性が非常に高くて「レンタル不可」って書いてあったりとかそもそもレンタル可能なんだけどもあんまりユーザーがいないんで TSUTAYA とかにも置いてない例が多かったんですよだから買うしかなかったんですよね1本9800円とかしてますんで高かったんですけどもよく買いました まあこういうふうにね、動画ってのは商品になるってことは、ちょっと考えればね、あ、たくさん買ってきたなってことに気づくと思います。最近でしたら、DVD のね、こういったソフトとかを買うことがあると思いますし、私はね、30年以上前の映画、カプリコンワンテのブルーレイで最近買いました。何度も見た映画だったんですけども、今度はね、ブルーレイで欲しくなったわけですよ。以前は DVD を買いました。VHS を買いました。でも、 映像が綺麗になった DV、ブルーレイで買ってみたいなとかね。これには今度日本語吹き替えも入ってるっていう最新バージョンだったりするわけですよ。で、買っちゃうわけなんですよね。新品です。ということで、同じ映画なのに何度も何度も買い続けて、同じ映画がなんかどれを見ても同じなのに結構あるみたいな、そんな現象も起きてるわけなんですよね。でそういうふうにして、映像って同じものでもちょっとだけアプローチを変えることによって二重三重に売れることがあるんですよ。 そういった形でね、うん、動画っての商品になりやすいってことになりますじゃあもうちょっと具体的に私たち YouTube をするものが何が無料で発信しているもので何だったら有料で売れるのかこの境目をちょっとね考えてみましょう実はですね人の興味を引くための集客用の動画っていうのは大体ですねなぜそれをやるのかっていう、うん、ホワイですよね なんででしょうかっていう問いかけと、あとは、それを手に入れたらこうなるよっていうふうな、あの、手に入れた後の自分の生活をイメージするものをたくさん出すと人の興味を引き合するわけなんですよ。ホワイト、ホワットトゥーって言います、これを。なぜっていうのと、それを手に入れたらどうなるのっていうような自分の未来をイメージさせてくれるような動画です。え、例えばね、私が買った YouTube の動画の中に行政書士になるるためのの勉強方法っていうのがあるんですよ。その講座を取ると行政書士になるためのスクーリングが受けられてそんな YouTube がどん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 更新されるってものなんですけどもそのプロモーションでよく語られていたのはなんでで行政書士の資格が必要なんでしょうか。それはかなり仕事があってたくさん儲かるからなんですっていうふうに語られてるわけですよね。 そして、行政書士になったらどんな暮らしが送られるのかってことを、いろんな行政書士の方にインタビューして、どのくらいの年収なのか、どのような生活スタイルなのかってことをずっと答えてもらうようなね、そんな動画だったです。そうするとですね、行政書士で年収1000万、2000万っていうのは、そんなに難しいことじゃなくって、資産1億、2億を作る行政書士の方もいるっていうふうに、体験談で聞かされましたね。そして日々の仕事は、だいたい駐車場のね、あのー、 書類作成とかっていうのが多くてこれが1件2万円から3万円とこれを1日に23件から45件受けるだけですよ同じ作業をしているんで、えー、非常に作業は簡単になってきてでオーダーっていうのが途切れることがないって言ってましたねそういうふうに行政所の仕事っていうのは行政所の仕事ですね2000ぐらいの種類があるんだけども私は車や駐車場関係の専門ですよって打ち出すことによって、えー、集客がしやすいっていうふうに教わりました で、そういうふうな無料の動画をたくさん聞いてると、見てる方はね、モチベーションがかかるんですよ。いや、行政書士になりたいなぁと思うわけですよ。特に興味があって行政書士の動画を見てるわけですから、そう思うわけですよね。これは無料です。じゃあ何が有料の動画なのか。同じ YouTube なのに、こっちは無料でこっちは有料なんでなのか。ということなんですけども、有料の動画ってのは、どうやったらそうなれるかっていう、How to を教えてくれるんですよね。場合によっては、How to は無料で出すこともあります。じゃあ、 ハウトゥ o は本来有料でやらないといけないのに、無料にしちゃって、どこでキャッシュポイントを作るのどうやってお金もらうのってことなんですけども、サポートなんですよ。ね。だから全部を無料で出してしまっても、そこに動画を受け取ってくださる方がいれば、じゃあその動画をね、自分で学習して全部できればいいですよ。でもどうしても細かいところとか、個人的な暮らしに照らし合わせると、合点がいかないところが出てくるんですよ。その場合、例えば、 動画を発信している人のオンラインサロンに入ってるとしたらね、これは有料かもしれませんけども、オンラインサロンに入ってると、サポートが日々受けられるわけですよ。そうなると、ただ、教材を受け取って、自分でやらなくちゃいけない自学自習から、サポート付きで、成功者から学べるってことになるんで、そこにはお金を払いましょうかっていうふうな動機が出てくるわけですよね。しかもそれまでの価値ある動画コンテンツをずっと無料でもらえてるわけなんで、これはね、視聴者が発信者に、 仮を作ってるる心理状態になるわけですよだから、ここまで無料の動画をもらって、本当にありがたいなと。なんとかこの人に恩返ししたいなっていう気持ちが高まっていくわけですよ。だから、無料の動画を出すことによって、これ、信用残高っていうんですけどね、視聴者さんの中に信用と信頼がずっと溜まっていって、なんとか恩返したいと。なんとかお金を払いたいっていう心理状態になるんですよ。そして、そういうふうにさせるために、動画をどんどん無料で提供していくんですよね。これを 損して得取れっていう考え方に照らし合わせることもできますそうなるとさあセールスですよっていう時に待ってましたとばかりに恩返しのために商品を買うってう人もあられるわけなんですよでこういう風うな細かいサポートはサポートできる人数が少なければ少ないほどやりやすいです動画を発信する人が視聴者1だったらパーフェクトにその人に寄り添うことができるでしょ だから金額が高くても大丈夫なんですよ。でも今度逆にですね。じゃあファンの方が1000人1万人になりました。細かいサポートをすでにできませんよね。場合によっては直接サポートができないからスタッフを置いて間接的なサポートになる場合もあります。それにしても返信が遅くなったりサポートにタイミングずれがどうしても起きてくるんですよ。人数が多いですからね。そうなると行き届かない分単価は下がっていく傾向にあるんですよ。大量生産、大量消費の 単価下がり、いわゆるデフレ現象が YouTube にも起きてくるんですよね。有名な DAIGO さんって方がいらっしゃいます。この方はメンタリストで YouTuber でもあるんですけども、この人のオンラインサロン確か毎月500円だったと思いますよ。でも会員さんが数万人いますんで、全体ではものすごい収入になってるんですよ。ただ細かいサポートはありません。当然ですけども、万の単位の顧客のサポートたった一人ですることはできませんからね。そうなってくると、 選択肢です。視聴者さんとしてはたくさんの人のコミュニティに入るのが自分のためになるのかそれとも少人数でガッチガチに自分にサポートの魂を傾けてくださる小回りのキくコミュニティが効くのがいいのかどっちにもニーズがあるってことなんで今度は発信するべき自分ががあななたが選ぶことになるんですよ。ね、まずは一人のリーダーになる一人を育てるために自分の塾なりオンラインサロンをやってみる。 これは無理ないでしょう。一人でいいわけですから。そうなると視聴者さんは何十人も何百人もいらないんですよ。一人でもいいってことになります。そして視聴者さんが極端な話、一人しかいなければ、その人のために作る商品っていうのは随分簡単になりますよ。でもこれが10人の方を満足させようと思うと、一種類の動画コンテンツではちょっと足りないことになるんですよね。ですから、どんどん人数が増えてくると、 どんどん難しくなるっていうこういう現象も起きてきますこれが商品の考え方ですそれでは一旦動画の方を閉じますのでまた後半聞いてみてくださいありがとうございました